皆さん、こんにちは。笠置シヅ子その言葉と人生という本の監修として亀井英子さん、語る母笠置シヅ子の姿やシングルマザーとして娘を育てた方法に涙が止まらない。今日は亀井英子さんのことについて紹介します。まずは亀井英子さんの経歴とプロフィールから紹介します。亀井英子さんは笠置シヅ子の一人娘です。父親は吉本興業創始者の御曹司ですが、シヅ子と入籍する前に亡くなったため、娘の英子さんは仮名制のようです。今までは 0.1 パン人として過ごされていたのでしょうが、今回の NHK の朝ドラブギウギの放送で有名となり、いろいろなイベントにご出演のようです。仮名英子さんは芸能活動は行っておらず、表舞台には立たず一般人として暮らしているようです。 1976 年にお生まれになっているので、 2024 年現在は76歳ということで、後期高齢者世代ですから、あまり表に出るような活動はされていないのでしょうか。 2020 年5月31日に BS 朝日で放送されたザ・偉人伝にインタビューで出演されていたんです。 2023 年には朝ドラブギウギが放送されたこともあり、朝ドラをもっと楽しむための単行本が発売されました。2023年9月に発売された単行本ですが、笠置シヅ子さんの娘である亀井英子さんが監修されているんです。朝ドラをもっと楽しむための単行本として刊行され、亀井英子さんのインタビューも収録されているんです。したがって現在放送中の朝ドラブギウギの放送も見られているのは間違いないですね。表舞台には登場しない亀井英子さんですが、過去に殺害予告に遭ったこともあるようです。昭和22年に東京ブギウギがヒットした笠置シヅ子は、東京都税務局発表の高額納税者として名前が上がります。シングルマザーとして頑張る笠置シヅ子は人気が上がり、紅白歌合戦にも出演したりしていました。そんな中、1954年に笠置シヅ子のもとに天神橋下に6万円を置け、さもないと一人娘をというものが届きました。当時のサラリーマンの給料がおよそ1万円だったので、その時の笠置シヅ子にとっては簡単に準備できる金額でした。犯人からは天球会も連絡があったようで、娘が対象となっていて怖くなり警察に連絡をしたようです。マネージャーがお金を指定された場所に持っていき、渡すタイミングで警察に逮捕されたそうです。娘の英子さんは自分が知らないところで事件に巻き込まれていたようです。その後、笠置シヅ子は娘の英子さんをメディアに出すのをやめ、普通の女の子として育てたようです。2023年10月2日からスタートした NHK 連続テレビ小説ブギウギは、戦後を明るく照らしたスター歌手の物語です。ヒロインのモデルは東京ブギウギや買い物ブギーなど数々の名曲で知られる戦後の大スター笠置シヅ子。そのヒロインを演じるのは連続テレビ小説トト姉ちゃんにも出演した趣里さんです。その他、草薙剛さん、蒼井優さん、菊池凛子さん、柳葉敏郎さんなど著名な俳優が出演します。 .NHK によると、本作は笠置シヅ子をモデルとしていますが、激動の時代の渦中でひたむきに歌に踊りに向き合い続けたある歌手の波乱万丈の物語として大胆に再構成するそうです。朝ドラブギウギの主人公のモデルである笠置シヅ子さん、東京ブギウギ、買い物ブギなどのヒット曲で知られる昭和前期に活躍した歌手です。ブギの女王と呼ばれるほど日本にブギの曲を広めています。未婚で娘を出産したりと、プライベートは波乱万丈。笠置シヅ子さんはどんな人なのか、晩年死因などもまとめてみました。昭和23年に出版された自伝の復刊からの情報を記載しています。
笠木静子さんは昭和の戦前から歌手として活動していました。本名は亀井静子天。1914年8月25日に香川県で生まれました。生後間もなく父親が亡くなり、母親は実家へ移り住みます。しかし母親は母乳の出が悪く、近所の女性からもらい乳をしていました。その後その女性が実子とともに静子さんを大阪へ連れて行ってしまいます。全くの赤の他人の家庭の養子となりましたが、この事実を知ったのはずっと後のことだそうです。これだけでも衝撃的ですね。授乳しているうちに情が湧いて自分の子にしたくなったのでしょうか。実の母親も夫を亡くし育てていくことが難しかったこともあるようです。周囲の人々も子供を手放すよう勧めていたのだとか。亀井家の養子となった時は亀井光恵という名前でした。百日咳と診断されしばらく寝込んでしまった静子さん。自宅のそばを通りがかった老女からこんぴら神社のお札をもらったそうです。そこに、相生村静子と書かれていました。相生村は静子さんの生まれた場所で。この偶然に両親はぎょっとしたとか、静子さんは奇跡的に回復し、それを機に亀井静子と改名し、亀井静子で届け出をしています。小学校を卒業後に宝塚音楽学校を受験しますが、小柄で痩せ型のため、宝塚の生活に耐えられないと判断され不合格。その代わりに松竹楽劇部生徒養成所に合格し、舞台女優としてスタートします。この時の芸名は三笠静子、後に昭和天皇の抜擢である長久高仁親王が、三笠宮家を創立したのを機に、三笠姓を非して笠置静子と改めます。これだけが理由ではなく、静子さんは踊りより歌を売りにしようと決めたこともきっかけだそうです。1938年に帝国劇場で旗揚げした松竹歌劇団に参加し、音楽家服部良一さんと出会います。戦争が激化するにつれ歌劇団が解散してからは、笠置静子とその楽団を結成し慰問活動を行いました。楽団は揉め事が絶えず、とうとう解散。同時期に映画にも出演し、その姿を見て服部良一さんが歌手としての静子さんの才能を認めていました。ちなみにこの頃、静子さんが共演していた増田キートンさんは朝ドラマー姉ちゃんに出演していた牛尾のおじいちゃんなんです。1945年に終戦を迎え、エンターテイメント業界も活気を取り戻します。1947年に東京ブギウギが大ヒット。この曲をはじめ、服部良一さんは静子さんの歌曲の大半を手掛けており、大阪ブギウギ、買い物ブギなどブギモノ4をヒットさせ、ブギの女王と呼ばれるようになります。数年後に美空ひばりさんがデビューするまでスーパースターとして芸能界に君臨。美空ひばりさんは静子さんのモノマネから有名になったほど。同時期に歌手として活動していたのは阿波谷のり子さん。朝ドラではライバルという関係で描かれていますが、静子さんと阿波谷さんが特別な確執があったかは記述がありませんですが、阿波谷さんにマネージャーを紹介してもらったりと接点がありました。静子さんは芸能活動を続けながら昭和22年に娘亀井英子さんを出産。父親は吉本栄美さん、吉本興業創業者の吉本清さんの息子です。朝ドラは露天下のヒロインのモデルになった人ですね。吉本栄美さんと静子さんは結婚していません。というのも母の清さんが大反対したため入籍に至らなかったのです。静子さんの方がかなり年上というのもありますし、人気歌手が後継ぎの妻では相応しくないと言われていました。さらに栄美さんは23歳の時に結核で死去。栄子さんが生まれる数日前のことでした。静子さんは本当に波乱に巻き込まれる人ですね。結婚させてもらえないどころか、
娘が誕生した喜びを分かち合うことも叶いませんでした。静子さん自身も父親を物心つく前に亡くしていますので、娘さんの気持ちもよく分かっていたことでしょう。この時に引退を考えていたのですが、服部さんや榎本健一さんに励まされ現役を続行。乳飲み子を抱えながら舞台に立ち続けました。妊娠中もお肌を隠してスイング、カルメンを演じています。初産で出産した年齢はすでに33歳。当時の感覚で考えると何もかも常識はズレだったことでしょう。栄美義さんの死去後に栄子さんは生まれているため、吉本家の戸籍に入ることができませんでした。裁判を起こせばできないこともなかったのですが、過去にない事例になるので社会的に話題になってしまうことを避けたそうです。武技が下火になり一世風靡した後はあっさりと歌手業を引退。女優に転身してからは芸名を笠木静子と変えました。そして公の場だけでなくプライベートでも歌を歌うことを一切しなかったそうです。1960〜70年代は映画やドラマに多く出演。台所洗剤のカネヨ石鹸の CM に出ていたのが印象的ですね。この CM って1976年生まれの私も記憶にあるんですよ。調べてみたら1980年代前半まで笠木静子さんが出演していました。笠木静子さんは1980年に入った頃から体調を崩すことが増えました。1985年3月に卵巣がんで死去、満70歳でした。晩年は一人娘の栄子さんが一緒に過ごしていたようですね。静子さんが亡くなる直前、ドキュメントドラマで研ナオコさんが静子さんを演じています。その他、笠木静子さんが出てくるドラマで室井茂さん、誠翼さん、チャランポランタン桃さん、エゴラッピン一重陰陽婦中野芳恵さんなどが演じてきました。そして朝ドラでは朱里さんがヒロインとして演じます。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。